はい、2月15日水曜日、石内丸山スキー場です。時刻は11時半を過ぎたところですね。天気は朝から雪降り続いていたんですけども、今はたまたま晴れ間というかですね、青空が今見えて、街の方も今見渡せるようになっています。雪がですね、ちょっと降り続いてましたので、パウダーランということで、今回初めてこの冷やす施設のエリアに足を踏み入れました。で、今2本行ってきてですね、リフト、真下から見て今リフトの右側を滑ってきまして、で、1本目その前はリフトの左側滑ってみたんですけれども、思った以上にですね、底付きが、結構しましたね。まあ、数日前まではシャバ雪でしたし、で、まあ、昨日は強風っていうこともあって、まあ、これ想像なんですけども、雪が降る前にこう風にさらされて、まあ、少しこう固まってしまったのかなと。かなり雪がですね、まあ、膝くらいまではありましたので、まあ大丈夫だろうと、まあ思い切り言っても大丈夫かなと、まあ思いつつも、まあ慎重に言って正解でしたね。いや本当に、もう足元スコーンとこう救われてしまって、何度か、非常にもう私難しい、私にはもう難しいコンディションでした。まあ周りのお客さんだいぶ楽しんでましてね、歓声上げながら滑ってましたけど、スキーもスノーボーダーの方も楽しく、滑られてました。まあ今時間がですね、ちょっと遅くのスタートでしたので、まあちょっと踏み荒らされたっていうとちょっとまあ言い方悪いですけどもね、もう食べられた後でしたので、まあ余計にちょっと難しかったんですけども、まあ、もう少しですね、オープンと同時に来れば、まあ8時台9時台ということで滑れればですね、まあ、もう少し楽しめたのかなと、まあ技術をそんなに使わないで楽しめたのかなと思いました。で、まあ急いでですね、パウダーボード引っ張り出してきたんですよね。初め数本、まあ、パウダーはそんなにまあ期待できないだろうということで、普通のディレクショナルボードで滑っていたんですけどもね、多分朝方少し、まあ、雪も止んでましたので、まあ圧雪を楽しめるかなと思って、いたディレクショナル持ってきたんですけども、思いのほか結構午前中降っていまして、急いでパウダーボード出してきたんですけれども、まあ、私の技術のなさですね。思うようにちょっと滑れなくてですね。まあ、あと数本、冷や雪滑ってですね、整地をまた滑ろうかなというふうに思います。はい、ということで、今日の石内丸山スキー場の様子でした。以上。